女子日本代表が初の連覇達成、北朝鮮を4発撃破。女子日本代表は6日アジア大会決勝で北朝鮮代表に4対1で勝利、男女を通じ史上初の連覇を達成し3度目の金メダルを獲得した。国歌斉唱では君が代が流れるとブーイングが起きるなど、スタジアムがアウェイの雰囲気に包まれる中での試合となったが、少ないチャンスを確実に生かす勝負強さを発揮。 MF 谷川や DF 小柄10代メンバーも躍動し、価値ある金メダルを獲得した。小賀17歳とか1歳すぎるやろ。富安やん。北朝鮮女子はクリーンでよかったな。7番が引っ込んだら怖くなくなったのが残念。谷川18歳貫禄ありすぎ、ゴールしても笑顔泣きこぶしてたわ。後半開始から北朝鮮にボッコボコにされてたのに、日本の右サイドの穴だった16番交代したら速攻で3点取ったの笑った。後半最初の15分間で決めきれなかった北の敗北、後解説の即席アピールほんとうるさかった。あれでチャンネルを変えたやっこ相当いるんじゃねえかレベルでダメだったな。 JFA アカデミーの小賀と谷川は最高傑作だな。本当の弟子この未来は明るいわ。